西くんです。YouTube をですね、毎日投稿するぞと言っておきながら、結果があんまりなくてですね、すぐ諦めちゃってたんですが、諦めてる間、実はゲームにめちゃくちゃハマってまして、そのゲームがあまりにも素晴らしいんで、ちょっと紹介したいと思います。それは、レジェンド・オブ・ルーンテラというゲームで、まあ、ごちゃごちゃ話しており、やりながらのがいいと思うんで、説明をしていきたいと思います。チャレンジっていうね、いわゆるチュートリアルのようなものをまずやっていきます。これから、レジェンド・オブ・ルーンテラっていうのは、リーグ・オブ・レジェンドっていうゲームの会社が出していて、そのゲームの世界観がカードになったものなんで、ちょっと、その、レジェンド・オブ・ルーンテラだけじゃなく、リーグ・オブ・レジェンドの魅力についても含んでいきます。はい。なんでね、これから出るのは、その、リーグ・オブ・レジェンドのキャラクターが出てきて、カード、ゲームとして、起用しますね。プレイ。はい。手札。これはデッキ。まあ、カードゲームなんで。チャンピオンと呼ばれる種類が、まあ、メインになっていきます。まったく想像し悪透明。悪透明。ね、これを手札からここに持ってって、攻撃力、体力、レベルアップ条件。これはチャンピオンというのが特殊に設けてる。まあ、レベルアップするとこ見えるんで、そしたらわかると思います。ね。てめえは誰だ？誰だ？アクション。そう、このゲームのすごいのは、交互に基本的にアクションするんですね。大概のカードゲームって、相手が行動してる間、自分は何もすることがなくて、相手がもうね、ババババババンってすごい準備が完璧になっても、もう攻撃受けるしかないんですけど、このゲームは、基本的に相手のターンでも何でもできる。その代わり相手が先に行動するっていう仕組みなんで、それが理由で、ね、よく言われるのが、まあ難しいっていう人もいるんですけど、お金でものすごく奥が深くて楽しいんですよ。慣れるのにちょっとね、チュートリアルを何回かやんないと、いけないかもしれないけど、まあ、2、3日ぐらいしたらね、逆に、相手のターン待ってるっていうのが苦痛になって、他のカードゲームができなくなるくらいに楽しいんで、まあ、やってみてくださいとか言えないんですけど、はい。まあ、とりあえず僕は今、攻撃の権利がある自分のターンで、ネクサス。これがお互いのライフポイントですよ。相手のをゼロにしたら勝ち。自分がゼロにされたらもちろん負け。で、ここに持っていくことで、攻撃シーンを始めることができる。アタック。で、相手はブロックっていうことをすることができる。しなかったらね、これが削られちゃうんで、ブロックしに来ましたと。で、OK。はい。レベルアップします。このね、演出がキャラごとにいろいろあるんですけど、めちゃくちゃかっこいい。よし、また悪を成敗したぞ。成敗したぞ。待て、俺が負けるなんておかしいだろう。ありえん。ありえん。で、まあ、やることなくなったんで、エンド。これは、特に効果のない、フォロワーと呼ばれるシンプルなカードですね。これも出しますと。よ。今、パソコンでやってるんですが、スマホでもあるんで、パソコンがないよって人は安心してください。準備はいいか？始めるぞ。始めるぞ。いけます。エンド。で、まあ、相手何もやることがなかったみたいなんで、まあ、チュートリアルなんでね、こう出すことで、デマーシアのために、相手が8だけど、6と2で突撃。バンバン、0になりました。政治は勝つ。で、終わりますよ、という。まあ、こういう感じのカードゲームなんですけど、そのリーグオブレジェンド、ロルっていうのはですね、世界で一番プレイされてて、月に1億人がプレイしてると言われてます。
で、その1億っていうのが、まあ、どんだけすごいかっていうと、バスケが 4.5 億。世界で最もプレイされているゲームで、次がサッカー。次がテニス。で、テニスがちょうど1億人ぐらいなんですよ。野球とかゴルフっていうのは、日本ではそこそこプレイされてるけど、世界的にはそこまでではないんで、バスケ、サッカー、テニス、リーグオブレジェンドがプレイされているって言われるぐらいに世界で広まってます。日本ではね、残念ながら、リーグオブレジェンドっていうのはパソコンゲームで、パソコンでしか今できないんで、今後ね、いろいろできるようになるかもしれないけど、パソコンでしか今できないゲームで、パソコン持ってる人がね、少ない。かつデスクトップ持ってる人はものすごく少ないんで、日本ではなかなか流行ってないんですが、世界的にとてつもなく有名なゲームで、e スポーツっていう言葉を作ったゲームでもあります。実際にプロリーグが存在するし、アメリカでは、リーグオブレジェンドのプロのビザがあるくらいに、大会が数億円レベルなぐらいに、優勝賞金かな、数億円レベルなぐらいに、まあ、ゲーマーなら誰もが知ってる素晴らしいゲームがあるんですけど、ちょっとね、これは飛ばして、今度、このキャラね、声優さん誰かみんなわかるかな？声優さんをね、まあ、最初はちょこっと黙っとくんで、当ててみてほしいです。行ったり来たり。はい。で、まあ、今1ですね。マナっていうのがあります。1なんで、これが出せますと。アタック剣は交互に移りますよと。エンド。ね、ターンごとにマナが増えてきますと。2になったんで、このエリスっていうチャンピオンを使いますよと。足を伸ばすと気持ちいいわ。足を伸ばすと気持ちいいわの後ですね。相手がね、とりあえず攻撃してくださいと。はい。これはエリスの効果で、アタックするときに小雲を出してきますと。相手はブロックします。はい。で、相手のターン、多分そろそろ喋るかな。はい。これは何なの？何なの？何ってテクノロジーだと思う。はい。この声、誰かわかりますかね？多分、今日本で一番ファンが多いと思う。行け、我が創造物よ！行け、我が創造物よ！これでじゃあブロックして、これでブロックします。まあ、そろそろ答えを受けますか。花井夏樹さん、鬼滅の刃でね、有名、まあその前から有名ですけど、鬼滅の刃の花江夏樹さんがですね、待っていろ、他の作品もあるのだ、あるのだ、こうやってます。リーグオブレジェンドってキャラクターチャンピオンがね、約150体いるんですよ。はい、これもうレベルアップしました。そろそろ終わりにしましょうかと、終わらせちゃうみたいです。で、まあ勝ってくださいよと、こうやって殴ってく。もうセリフないかな。もうセリフないかもしれないね。なんだと？あ、あった。なんだと？よいしょ。こうやってね、まあやってこうやってですけど、そう、リーグオブレジェンドのすごいのは、約150体もキャラがいるにもかかわらず、むちゃくちゃ豪華な声優さんが割り振られていて、ちょっとね、まあこれ結構地味なんで、飛ばしちゃいますか。まあこうやってね、攻撃力を上げるのがいたりとか、これね、22だから3で守ったら生き残るとかね、しながら、あ、まあ勝てちゃうか。勝てましょう。もう終わりそうなんで。
むちゃくちゃね、声優さんが豪華でね、まあ声優さんが豪華なだけじゃなくて、漫画とか、デジタル小説もあって、でかつアニメ化もこれからするし、そうなんですよ、アメリカじゃない、アニメ化するんですよ。し、世界観がね、とにかく膨大でね、むちゃくちゃ奥深い。はい、終わりですね。一瞬画面が変わってしまいました。他にも声優さんが有名どころだと、結城葵さん、マドカマジカの声の人ですね、が、もういるし、これ、結城葵さんはね、今これ撮影してるときは、カードが存在しなくて、今月末から出てくるんですけど、これは、上坂すみれさんでいいのかな、読み方。上坂って最初読んじゃってたんですけど、ジンクスは、ね、とか、まあ、声優さんがとにかく豪華で、これだけやってから、まあ、これを見せて、あたりで、紹介をそろそろあるかもしれない。ねえ、ゲームやらない？丸バツ？それとも？それとも？カード？カード？じゃあ、カードにしましょう。そう、今までね、チャンピオンとフォロワーっていうのを使ってたんですけど、スペルもありますよと、魔法カードですね、は。遊んでる暇はないんでね、と。ミスキックショットをここに打ってくださいと。さて射撃訓練といくか。これがね、2ダメージ与えるんで、相手が2なんで。バチュン。ちょっと何すんのよ。何すんのよ。ねえ、まあ実はね、このゲームをやったことある人がこれ見てると、チュートリアルは実際のゲームと微妙に効果が変わってるんで、混乱するところがあるんですが、まあ進めていきます。まあ、こんな感じね、スペルがありますよと。ちょっと長くなるんで、狩猟これはしてみましょうか。降参すると、はい。で、他にはね、まあお互いにターンが交代しても、相手のターンにもできることがいっぱいあるってことは、自由度が高いんで、結構実力勝負になりやすい。カードゲームって、運だったりとか、やたら強いカードが出るとね、もう、やだって投げ出したくなるんですけど、このゲームは、ファンデッキが、ガチデッキに、ちょっとでも実力差があれば勝てるぐらいに、選択肢が多くて、実力主義なところがあるんで、僕は努力すればするだけ強くなる。勉強すればするだけレベルアップしていく感じが好きなところ。だし、しかも、その割にね、このゲームは無課金でいいんですよ。もともと無料でゲームプレイでして、かつ、一応ね、お金払うのはあるんだけど、この会社、ライアットっていう、リーグオブレジェンド含むライアットっていう会社が、ただでも遊べるようにをコンセプトにしてて、というのは、このゲームしてるときとね、フィールドとかカードの裏面、おまけチャラ、この辺にお金をかけるっていう、やり込む人がデザインをこだわるために課金はするんだけど、カード自体を集めるのにはお金はほぼいらなくて、なしでも全然集まる。もちろん払うと少し集まるスピードが速くはなるけど、全然なしで問題ないぐらいにカードがどんどん溜まってくから、無課金でいいと。で、僕ね、プロゲーマーをちょっとガチで目指してるんですけど、賞金ありの大会もあるし、この前はね、500万、優勝賞金500万の大会が日本であって、もあるし、まあ、僕は格闘ゲームとか、いわゆるシューティング、FPS の類は、反射神経とか動体視力とか聴力とか、なんかもうね、この人たち感じてるものが異次元で叶わねえやって思うことがあったんだけど、カードゲームなら、要はカードをちゃんと覚えて、差し算、引き算ぐらいの簡単な計算をすると、頭脳戦で勝負できるんで、実力が向上していくのが分かりやすいのも楽しかったし、で、まあ日本ではね、まだまだあんまり有名じゃないから、まあ僕もみんなにやってほしいと思ってこういう動画をやってるんですけど、世界だとね、
このゲームが発売、リリースされたのが、発売でないな、ゼロ円だから、リリースされたのが4月29日なんで、これから感なんですけど、まあでも世界では、そのリーグオブレジェンドっていう、世界でプレイされてるゲームを生んだ会社が運営してるし、で、まあカードゲームだったからね、遅延とかないからどこでもできて、で、まあ今なら、先駆者なんで、みんなより先にカードを覚えられるんで、今始めると有利というのもあってね、プロゲームを目指す身としても、単純に、いろんなゲームとかアニメの世界観が好きな人が、ね、声優さんとか、キャラクターから入るにも魅力的だし、僕はね、この、ティーモっていうキャラが好きなんですけど、これは大谷育恵さん、ポケモンのピカチュウとか、あとは、ワンピースのトニトニチョッパーとか、こんちのガッシュベルのガッシュベルの声やってる人ですね。まあ、せっかくなんで、これは、インストールして実際にプレイして声を聞いてみてくださいということにしますが、とか、すっごい豪華な感じなんで、もしよかったら、やってみてください。これからもですね、YouTube や SNS で、このゲームが好きすぎて、このゲームの投稿をしていくかもしれませんが、もしよかったら一緒にやりましょう。最近はディスコードでね、このゲームについて話すのを作ったりとか、大会にも毎週のように出たりとか、結構ガチでやってます。では、ありがとうございました。皆さんもレジェンド・オブ・ルーンテラ検索してみてください。